カンパギさん、メラシャキスパちゃん、ありがとう。フレアのライブ配信をたくさん見て日本語を勉強したのが1年になりました。フレアの声は聞きやすくてすごく綺麗だと思います。こんなに綺麗な声だからこそずっと勉強できました。1年前は一言も聞き取れませんでしたが、今ではフレアの言葉をほとんど聞き取れるようになりました。え、すごない？え、私の声ってさ、結構早口で何言ってるか聞き取りづらい人だと思うんだけど、すごくない？1年でそんなに成長するものなんだね。人ってすごいや、人間ってすげえや。ちょっと感動しちゃいました今。あなたはすごいよ、ありがとう。じゃあこの言葉も聞き取れるかな。頑張った君へのご褒美、カンパギさん大好きだよ。いやー、ちょっと難しい言葉だったから聞き取れなかったかもな。パプルスパちゃん、ありがとう。昨日は誰の配信見てたの？私に黙っててバレないって思ってたの。黙ってたらバレないとか思わないでね。いつも見てる。